おはようございます。それではですね、皆様、歌手の皆様、ご起立くださいまして、正衛をもって賛美を始めてまいります。ご一緒に信条告白をしてまいります。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊にて宿り、乙女マイラに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢いより来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続きましてですね、詩編を朗読してまいります。ご着席ください。幸いなことよ、悪者の計りごとに誤まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は主の座に去ったようだ。時が来ると実がなり、その実は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き垂らすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちおせず、罪人は正しい者の道に立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪の道は滅び失せる。アーメン。先週ですね、菅原牧師先生、良子夫人のですね、献身40周年記念という形でですね、礼拝を捧げさせていただいて、その後ですね、神戸飯店の方に移動して祝賀会という形でですね、私たちの牧師、建てられた牧師先生のですね、祝福をできたこと、本当に感謝をいたします。朝の10時から3時半までですね、素晴らしい礼拝、素晴らしい祝賀会もいたことを感謝をいたします。私もですね、朝は司会、祝賀会をですね、後の挨拶ということでですね、出させていただいて、まあその時あまり喋れなかったんで、喋ったかな、喋れなかったんですけど、まあ菅原牧師先生はね、本当にこうどう言いますか、まあ、積極的というのはもちろんベースにあるんですけども、物事一つ一つにですね、合理的に考えて、死の前にですね、本当にこういつも祈って私たちのためにですね、尽くしておられる牧師先生、素晴らしい牧師先生があって、皆さん良かったですね。ね、皆さん10人ぐらいは首をうなずきましたね、こうして。うなずかない人はどうかなと思う、まあ冗談なんですけど、まあ私たちはやはりイエス様のもとに救われて、そして素晴らしい指導者のもとに教育を受けて、これはいいことじゃないですか、アメン。ね、我々は素晴らしい教会に来てるんですよ。名前がいいですね。キリスト栄光教会なんですから。アメン。それでですね、マジャシティを歌いましょう。アメン。マジャシティ、主を崇めよ。Thank you.
マジェスティ、マジェスティ、主をあがめよ、誉れと賛に捧げよ、マジェスティ、おなるイエスの力は流れる、主の皆を御前にひれ伏し褒めよ、主をマジェスティ、おなるイエスの十字架の御業をたたえよ、十字架の御業をたたえよ、ですね。続きまして命の光、手を伸ばしてこのですね賛美をしながら、交換をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。尽きることのないあなたの愛私を包む溢れる喜び、全てのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、全てを捨てた愛、交換会をお願いします。尽きることのないあなたの愛が、あなたの愛
び、溢れる喜び、すべてのものがあなたの、もう一度、尽きることのない、尽きることのない、あなたの愛が私を包む、アメー、溢れる、溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして、手を伸ばして、尽きることのない、尽きることのない、イエス様の愛が、あなたの愛が私を包む、溢れる喜び、溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、全てを捨てた愛、手を伸ばして、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々を、手を伸ばして、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々よ、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 皆さん、今日期待してきましたか？期待してきましたか？僕はもう期待がもう溢れています。もうヘリ、もう上かわきがすごいです。皆さん、イエス様に愛されてます？皆さん、十字架、ね、知ってますね。私たち、イエス様と共に死に、イエス様と共に生き返って、その命で今生かされていることを、こんな喜びないですね。それゆえ私たちは主を賛美します。先ほども賛美しました、十字架の御業を褒めたたえますと。私たちは賛美するとき、いつもこの十字架に立ち返るんです。この十字架が私にとってどんなものであったか、どのような意味を持ったか、今からワーシップ、賛美させていきます。もう一度このことを思って、歌詞の意味を思って、イエス様、あなたをお迎えしますと。私は神様のものですと、あなたに全て捧げますと、礼拝捧げていきましょう。私たちの心を捧げること、これが礼拝です。お願いします。賛美していきましょう。イエス、我が王。
一度イエス我が王、イエス我が王、賛美で迎え、そうでしょう、この主の御座をもうけたまえ。主、もう一度歌いましょうか。イエス我が王、イエス我が王、賛美で迎え、栄光な主の御座をもうけたまえ。主よ、私は神のもの、私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御心のままに納めよ。主イエスよ、私は神のもの、私は私は神のもの、そうです、ゆえに神に捧げ、御心のままに納めよ。主イエスよ、イエス我が王、私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御心のままに納めよ。主イエスよ、納めよ、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 主イエス、納めよ、主イエスよ、納めよ、主イエスよ。今このところに主が臨在されています。私たち今賛美で主をお迎えしました。今この場所に主がおられることを信仰によって受け取りましょう。今も生きておられる主が今目の前にいてくださることを信仰によって受け取りましょう。この方が私の王であると今この賛美を持って告白していきたいと思います。この私の王はイエス様です。この町の王はイエス様です。この国の王はイエス様です。高らかに声を上げて賛美していきましょう。ハレルヤ、主よ、我らの王はイエス。
です。キリス。そうね、我らの王は、我らの王はイエス。この町の王はイエス。この国の王はイエス。キリスト。そうです。告白します。我らの今も生きておられて、私たち一人一人とこの礼拝の中で出会ってくださったことありがとうございます。私たち主を新たに植え替えてきました。主をあなたを求めてこの場所にやってきました。主をどうぞこのところで主を触れてください。主をあなたの言葉を受け取りたいです。主をあなたと顔と顔を合わせて主を関係持ちたいです。主をこのところで主をあなたが臨在してくださって、聖様充満してくださって、御言葉充満してくださって、主をあなたがこの場所の王であることを、主、私たち今一度
告白します。主よ、あなたが私の王です。私たちの王です。主よ、この日本のこの世界の王です。主よ、あなたの御名があります。大好きなイエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。私は天にも地にも満ちているではないか。見よ、私は天にも地にも満ちているではないか。私の名によって二人または三人が共に集まるそのところに、そのところに私はいるのです。今日も聖霊により私たちの救い主主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪の許しのために
十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての生き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤ、シャマカニミカナマカナマカイヤ、アーメン。おはようございます。お元気でしょうか。こうして9月の第1週目を迎えて、ております。日本の、ね、古い9月 の、 表現は長月っていうんですよね。先月が8月で初月ですけど、まあ、単純なプレバトの番組じゃないんですけども、まあ、下手な俳句ですけども、初月去り長月来たりて空高しっていう、そんな、なんか季語が3つぐらいかぶったような句なんですけども、9月のお誕生日、9月の洗礼記念、9月のご結婚記念ですね。昨日私、誕生カードを書いたんですけど、16人ほどね、来週だけですよ、3日から今日から10日の分まで書いたんですけども、16人もいらっしゃって、まあ、たくさんいらっしゃる。ちょっと字が雑になる時もあるんですけど、まあ、丁寧に書いても雑なんですけど、本当に、その方は祝福したいと思います。お立ちになってくださっていかがでしょうか。9月の誕生日、9月の洗礼、9月の結婚、祝福しましょう。あなたのうちに見える主の姿が映る、近くの方を祝福しましょうね。尊い神の子どもあなたを愛します。今週は、今週はこの集まりに望む神の栄光が素晴らしい、天のお父様、こうして9月の誕生日、9月の洗礼記念、9月のご結婚記念、それに該当される方々がこうして御前に佇んでいます。よく言われるように、一期一会とか、あるいは人生は出会いによって決まるとか、本当に名言格言がありますけれども、神様、まさにその通りだと思います。私は人生で多くの出会いがあることを感謝しますけれども、何よりも神の御子、主イエスキリスト、主イエス様とお出会いできたことを最大、また最高の最善の喜びと私たちは心得ております。天の父様、御子イエス様をお使わしくださり、聖霊様、私たちの人生の中でイエス様とお出会いできるように導いてくださった聖霊様にも感謝いたします。今日こうしてイエスキリストの御名によってこれまでの恵みを感謝いたします。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主のよくしてくださったことを何一つ忘れる。神様、しかし私たちは同時に後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって前進するものでもあります。どうぞ今までの恵みを感謝するとともに、これからの歩みが聖霊とともに歩み、イエスキリストの栄光のために、また父なる神の栄光のためにともに前進できることを感謝いたします。一人一人の健康の祝福、安全の祝福、経済の守りの祝福、人間関係の祝福、家庭の平和の祝福、悪しき者から守られる祝福、試みに合わせられることがなく、あなたの栄光のためにお一人お一人が力強く精霊充満されて、精霊充満されて用いられていきますように、力から力、幸いから幸い、祝福から祝福、恵みから恵み、そして栄光から栄光へと、平安から平安へと、お一人一人が導かれていきますように、ここに佇んでおられる一人一人を通してイエス・キリストの出会いが多くの人々に広がっていきますように、お一人一人を用いてください、必要を満たしてください。イエス・キリストの御名によってこの恒例の月始めの祝福に合わせて、このお祈りと願いをイエスの名によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。おはようございます。感謝いたします。それじゃあですね、
聖書の言葉の方に神経を注いでいきましょう。それでよかった、何か言わせて、はい、今日はですね、ピリピ人への手紙から見てい、くんですけども、何度も申し上げてるんですけども、やっぱり教育の基本はリピートかコンセントレーションですね、フォーカス、集中なんですけども、コンセントレーションですね、集中なんですけども、パウロが軟禁状態ですね、まあ、それ獄中というんですけども、日本の刑務所とはちょっとイメージが違うんですね。自由が拘束されている状況の中で、自分がキリストと伝えた教会の信者さんたちに書き送った手紙を何と言ったでしょうか。獄中書簡っていうですね、獄中書簡ですね。でこれは4つあるんですよね。いきますか。エペソ、それからピリピ、コロサイ、フィレモンの手紙ね。でこの4つが獄中書簡と言われるんですね。で新しい方もいらっしゃるので、なんでパウロが獄中から手紙を書くような状態になったのかということの背景をですね、私たちは知っておく必要があるんですね。人殺しをしたわけでもないし、万引きをしたわけでもないし、盗んだわけでもないのに、なんで獄中にキリストの弟子の中の一番活躍していた使徒パウロが捕まったのかということなんですけど、こう歴史をこう辿っていけば、もともとユダヤ人は旧約聖書を神の言葉として報じて信じていました。ユダヤ民族全体が旧約聖書を信じて、まあ、今も多くは信じてるんですね。ところが2000年前にマリアを通してイエス様がこの地上においでになられました。でイエス様はナザレでベツレヘムで生まれて、家畜小屋ですね、馬小屋で生まれて、そして少年青年時代をナザレという村で成長されて、お父さんがカーペンター大工であったとマルコに一箇所だけ書いてるんですけども、お父さんのもとで30歳まで人知れず成長していきました。ところが30歳を境にしてイエス様は公にご自分の使命を果たすために明らかに身分をされました。それはイエスが人の姿をとってこられたけれども、神の御子そのものであるということを明らかにして、まあ、3年半奇跡を行い、不思議を行い、癒しを行い、多くの人々がイエス様の力と愛と優しさとその権威ある言葉に魅力を感じて、だーっと人々がついてまあいくわけですね。で当時の宗教家はそのことを妬んでね、若いラビですね、指導者イエスにみんなついていくと。そこで当時の宗教家は妬んでイエスを亡き者にしようということで十字架につけられた。でもその十字架、実は人目にはローマに反逆した政治犯、反逆罪としてもちろん冤罪だということは分かってるんですけども、その冤罪でですね殺されて、しかし聖書は実はキリストの十字架は私たちの罪の罰の身代わりとして全人類の罪の罰を一身に受けられたと、そういうことをですね聖書は言っているわけです。で、分かりやすくいつも説明する言葉、例えばこの左手を私たちとしますね。私たちは皆さん罪を持って生まれてきましたね。いや俺罪ないって人はまずいないと思うんですね。でどんな小さな子供でも皆さん罪がありますよね。ただ子供たちは、まあ、天使だと言われるのは自分の罪を隠さないでもう明らかにしているから可愛いだけであって、で子供も罪人じゃないですか、ね、大人になった私たちになるわけですね。大人が可愛くないのは罪を隠すから可愛くなくなってくるんですね。子供は罪を犯しても独占欲ははっきりしてるしね、明らかに、だから可愛いんです。とにかく罪を持ってみんな生まれてきたでしょ。ところがこの罪をイエス様がこの地上に来られて
私たちの罪の罰を皆さん十字架で全部下って、ハレルヤ、これが十字架でしょ。罪持ってる私は罪をイエス様全部下って、ハレルヤ、私たち今罪のないものとされています。このようにしてキリスト十字架につけられ、3日目によみがえって、それから復活からですね、50日後に聖霊が弟子たちに下って、そしてキリスト教がだっと広がっていくわけですね。で、キリスト教は最初はユダヤ民族の中で旧体質のユダヤ教徒とナザレのイエスが救い主であると信じる新しいですね、このですね、分派が生まれてきて、そしてその分派がどんどん成長する、いわゆるキリスト教が成長していくと。で、旧体質のユダヤ人たちは新しいキリスト教に対して、ユダヤ人同士ですけども気に入らないということで、そのトップリーダーであるところの、まあ、ペテロもトップリーダーの一人ですけども、ペテロ以上に活躍していた使徒パウロですね、彼はかつてキリスト教徒を迫害していた男ですよ。ところが奇跡的に神様が直接伝道して、そして彼は変えられて、今度は迫害していたものから今度は自分が迫害を受ける殉教者の道を歩み始めるね。で、このパウロさえ捕まえておけば、キリスト教はユダヤの中で物騒な宗教にならないということでですね、イスラエルのこの不安定な統治を嫌ったローマはですね、ユダヤ人たちの訴えを受け、一方的に受け入れて、パウロさえ軟禁状態にしておけばキリスト教が広がらないので、ユダヤ人の間では落ち着くだろうというふうに考えたローマの帝徳はパウロをですね、捕らえて軟禁状態で 4,5 年でしょうかね、それより間パウロが自由に動けないようにするわけね。だけどもパウロの弟子とか仲間は手紙を持って行ったり持ってきたりする、その程度のですね、自由は許されていると、まあ、そういう状況の中でパウロはですね、自分が開拓した新しいピリピニ町とかエペソの町とかね、コロサイの町とか、そのような、あるいはピレモンという個人的な関係なんですけども、それらに手紙を、気になるので手紙をしたためて書いたものが、いわゆる獄中書簡であるわけですね。ですから皆さん、キリスト教は最初はユダヤ人同士の新しいキリスト教に対する迫害だったんですよ。ところがこのキリスト教はユダヤ民族の枠を超えて、もうローマ全体に広がっていったわけですね。そうすると今度はローマ帝国が新しい宗教が広がるので、ローマ帝国の皇帝はキリスト教が広がると都合が悪い、どんな都合が悪いかというと、ローマ皇帝はローマね、広いヨーロッパを統治するために、ローマ皇帝を神のように崇めさせていくと。ちょうど戦前の日本が天皇陛下を神として崇拝させたように、当時のローマ皇帝は皇帝を崇拝しなさいという政策をとって、広いローマ帝国を統治のですね、モデルとして、原理としておったんですけども、ご存じのように聖書の教えは人を崇めない、アメン、人を崇拝しないということで、ローマ皇帝はキリスト教がこのまま野放しにするとローマ帝国が統治が難しくなるということで、キリスト教徒を迫害し始めて、200年以上迫害が組織的にローマ皇帝によって迫害されていくわけですね。そして、このキリスト教は迫害されるんですけども、愛と祈りと忍耐と信仰によって、地下でどん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 教会の枠が広がっていって、信徒が増えていって、ですね、やがてローマ皇帝も帝国も組織的にキリスト教徒を抑えきれなくなるほど教会が広がっていく、クリスチャンが増えていく。でそこで最後はローマ皇帝自らがキリスト教徒に改宗して、そしてもうキリスト教を迫害しないと決めたのは、まあ、コンスタンチヌス皇帝の時ですけども、313年ですわ、覚える人も覚えてください。313年にミラノの勅令、キリスト教を信仰してもよろしいというね、迫害が終わる時代がやがて、まあ、そう来るんですけども、このパウロの手紙はユダヤ人同士の間の中でのですね、そのコップの中の争いの時代に起こった出来事の中で手紙が書かれたということで、背景をまず説明しておきたいと思います。さあですね、始まってきますけども、ちょっとね、今日手法の中に
まあ、先週のことも改めて感謝をしたいなと思いますので、この週報の文章に書いてますけども、読んでいきます。メッセージと直接ね関係なくちょっと読んでいきます。先週は私たち夫婦の献身生涯40年を盛大に祝ってくださるとともに、聖室礼拝も、会堂は超満員でありました。祝賀会場も240名が参加くださり、礼拝は260名余り来られたみたいですね。森ゆりさんも時期にかなった話と賛美を捧げてくださり感謝でした。私たちにとっては忘れることのできない一日となりました。私たちは幸せな献身生涯を送らせていただいております。生徒の皆様の変わらぬ愛と祈りの賜物であることを改めて感謝いたします。強力なスタッフも与えられ、みんな主を愛し一つの思いで一致して福音宣教に預かれることにも感謝です。家族にも恵まれ、すべての栄光主にお返しいたします。これからの献身生涯も主にお仕えできることを最高の喜びとして、生徒の皆様とご一緒に同胞の救いのために共に前進してまいりたいと願います。まさに生きることはキリスト、死ぬこともまた益であります。伝道者生涯冥利に尽きる毎日となることでしょう。この後何年健康で元気でエネルギッシュに活動できるか分かりませんが、天のエルサレムへの凱旋とともに走るべき工程を走り通すことができればと願っています。妻の健康も日々変化しております。弱さを覚えることも多くなっておりますが、信仰と気力と責任感によって彼女も励んでいます。私にとって最善の妻であることを感謝しています。娘家族も平和な家庭を築いており、問題を感じることなく我が家の2階で暮らしています。同居ではありません。玄関口はそれぞれ独立しています。すべての栄光を主にお返ししながら、まあ、前進あるのみですと、まあ、こういうことで改めて、本当に感謝するとともに、これからもですね、共に、キリストのために前進していきたいと思いますが、皆様アーメンでしょうか。私が皆様の葬儀をするか、皆様が私の棺を上から見下ろして、先生もいよいよ終わったかとどっちかがどっちになるんだろうと思うんですけども、そういう末長いですね、短期的な付き合いじゃなくって末長いお付き合いをさせていただきたいと願っています、ね、教会もね、集団脱藩される方もなく、また分裂することもなく、この40年間、まあ、徐々にでありますけどもずっと右肩上がりで来ていることは主の恵みですね。急成長ないですよ。もう倍になったとかさないんですよ。前シャクトリムシみたいに毎年40年間もうずっと右肩上がりです。本当に主の恵みですね。皆様のね、信仰と愛と祈りの賜物であることをもう一度思うんですけども、まあそういうことを思いながらですね、ピリピの手紙を読んでいきましょう。で、一章はね読みませんけども、有名な言葉は生きることはキリスト、死ぬことはまた益である。はい、言いましょうか。生きる、皆さんこの言葉を考えたら、この前言いましたけど本当にすごい言葉でしょ。で、仏教の世界でね、私たちは教えで生きて、今日までね多く来てるんですけど、皆さん仏教では死ってのは忌み嫌うべきもの、避けるべきものですね、最も汚れたものね、そんな教えがあるわけですね。もう数字の4歳嫌われるっていうね、まあ、そういう世界で生きていたんですよ。だから皆さんね、このパウルの言葉って本気でイエス様を信じてたし、パウル自身は天の御国を生きたまま味わった男ですから、もう信仰の世界じゃないです。パウルにとってはそれはもう実感の世界ですわ、実体の世界だってね。私たちはまだ聖書に書いてあることを信じている世界でしょ。でもパウルは実際に天国行っちゃったんでね。ですから彼は生きることはキリスト、死ぬことはまた益であるね。このように聖書のことを私たちも本気で信じてね、パウロのように生きることはキリストであるし、死ぬことはまた益であると、
そのように互いに心から告白し宣言できるように祝福をお祈りいたします。言いましょう。生きることはキリスト、死ぬことはまた益である。アーメン。なんというたくましい力強い宣言でしょうか。死ぬことはまた益であるというのは、こんなことを言えるのはクリスチャンしかいませんもんね。どうぞ私たちの信仰が中途半端な信仰で私も含めて終わることのないように、本気でですね、天の御国が私たちのために備えられていることを信じてですね、死ぬことはまた益であると、ね、私が生きているのはあなた方の信仰のためでありですね、主が生かしてくださっている。しかしパウロ言うんですね、本当なら私は一日も早く天の御国に行きたいとか言うんですよ。すごい信仰ですよね。私たちもそのようなものでありたいなと思いますね。生かされていることをまず感謝をしたいと思うんですね。で、私たちはじっと考えてみたら、自分が存在していることは皆さん不思議だと思いません？皆さん、あなたが存在している理由どこにあるんですか？自ら見出すことできませんわ。神様が置いてくださって、アメン。これしかない。正しいことは、神様があなたを置いてくださって、アレルヤ。これしかないでしょ。この地上で一生生きてきてやろうと思って皆さん生きてきた人いないわけです。気がついたらあなた存在してるわけです。つまり神様があなたをこの地上に置かれました。もうすべてのことは主から出たことです。感謝です。さあ一節から読んでいきましょう。3、はい。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。ね、このピリピのクリスチャンたちにパウロが書き送ったわけでありますけれども、このですね、2章のところをもう一度ね、一節から振り返っていますけれども、私たちはこういうわけだから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがある。皆さんも聖書の言葉を通して、また誰かが私のために祈ってくださっているということを聞くときがあるんですけども、皆さんそのことによって励まされ、また愛の慰めを皆さん得ていますよね。私も同じことですよね。先生のために祈ってますとかね、先生のために祈ってたらこんなお言葉が与えられましたと言ってね、くださったりするんですけども、私も励ましと、また愛の慰めによって今日ここに立たせていただいていることを、もう一度ね、正直に告白させていただきます。皆様も聖書のお言葉によって励まされ、また聖書の言葉によって慰めを得ていますよね。やはり聖書の言葉を読むと、私も力が与えられて、そしてどんな困難なことが目の前にあっても必ず克服できる、勝利できるですね、打ち破ることができると信じて、励ましと慰めをいただいていますね。御言葉は我が足の灯火、我が道の光であるね、その通りですね。私たちはこの聖書の言葉と、また聖霊様によって力強いクリスチャンライフを歩めることを感謝しようではありませんか。次にね、励ましでしょ、だから慰めでしょ、次は聖霊の交わりがあるとね、御霊、皆さん御霊は交わりなんですね。聖霊の交わりって言葉は
ここと第二コリントの13の13ですね、最後のベネディクションですね、祝祷の中に出てくる言葉なんですけど、皆さん聖霊様は交わりなんですね。で、聖霊様は私たち肉なるものに注がれて、聖霊様は私たちと一緒にイエス様の栄光を表したいと願っておられるお方です。聖霊様はキリストの栄光のためにもう対象化されて、求めるものは誰にでも注がれる時代に入って2000年になっています。キリストの十字架以前は聖霊が注がれるのはごく限られた状況だけでした。限られた職務の人だけ、ね、王様と祭司と預言者というのは限られた職務にだけ聖霊が注がれましたけれども、イエス様から道が開かれて、求めるものは誰でも注がれる大衆化が始まった。ハレルヤ。だから皆様にも求めるものは聖霊の満たしの体験を得ることができます。条件はイエス様を信じて求める、この2つさえ満たせば誰でも聖霊の体験ができるわけですけれども、その聖霊様が使わされる目的は、私を通しあなたを通してキリストの栄光が表されるためであります。アーメン、ね、ということは聖霊様は交わりですから、このように私はいつも、まあ、言うんですね。一緒に、ね、言いましょうかね。聖霊様を認めます、歓迎しお迎えします。聖霊様ご一緒に考え計画し判断し決断し、イエス様の栄光を表していきましょう。もし大切なことで間違った判断決断行動をしようとしていたら、教え示しストップをかけてください。私の心の部屋の鍵をすべてお委ねします。聖霊様の思われる時に、思われるお部屋にいつでもお入りください。委ねています。アーメン。 そうですね、そのように聖霊様交わりなんですね。でイエス様がね、最後の晩餐の席で、天の父から私の栄光のために聖霊があなた方に使わされますよ。だから聖霊様はこの地球上においてあなたと一緒にキリストの栄光を表したいと願っていらっしゃるんですね。で私たちはこの聖霊様を積極的に認めて歓迎していく、この告白が大事なわけであります。ということはもっと分かりやすく言うと、私たちはイエスの名によって天の父に祈り願うわけですね。皆さん実は聖書の中で私の名によって父にこれから願うことを教えるとイエス様が言われたのはヨハネ伝の13章14章あたりでしょ。あの中で私の名によって父に求めなさいと書いてるんですね。で父は何でもあなたに与えますということを書いてますけども、だから私たち祈りの原則はイエス様の名前によって天のお父様お願いするんですよね。これは正しい祈り方でしょ。そしたら、ね、父にイエスの名によって願ったことを聖霊様と一緒に実現するんです。ハレルヤ。言いましょうか。イエスの名によって天の父に祈り願ったことを聖霊様とご一緒に成就していきます。アーメン。だから聖霊様は具体的に共に働いてくださるお方なんですね。そして聖霊様はその、ね、願ったことが成就したときにイエス様に栄光を返すように働いてくださる。私たちはイエス名によって父に願ったことを成就した。そして私たちはイエス様に感謝しますと言って、また多くの人々に証を持ってイエス様の栄光を返すんですよね。その時に聖霊様はどうされるかというと、よかったねって言ってくださるんですよ。よかったね、イエス・キリストの栄光が表されてよかったねと言って、決してご自分の栄光をお取りになることはないお方です。全能の神様なんですけども、いつもイエス様の栄光を求めておられる人格者です。ハレルヤ。全能の神様です。そして愛と憐れみと忍耐に満ちておられるお方であるし、私たちと絶対に争うことなさらないんですよ。いいですか。聖霊様は私たち絶対争うことなさらない。私たちが聖霊様を拒否したら、そしたら分かりましたと言ってすっと身を引かれますよ。でも喜んで歓迎すると言ったら、喜んで近づいて私たち内側に入ってくださるお方なんですね。皆さんいいですか。聖霊様はあなたと争わない。あなたの言われる通りに聖霊様はあなたに応答される
お方であるっていう、これがもうすごいお方なんですね。謙虚なお方なんですね。無理やりに私たちに関われるってことはめったにないことです。全くないとは言いませんけども、通常はほとんどなさらないんですね。私たちが聖霊様のことを認めて歓迎することを聖霊様は求めていらっしゃる。だから私たちは絶えず積極的に聖霊様との交わりを歓迎する必要があるんです。自動的に聖霊様は働かれるってこともないことはないんですけども、聖書を読めば聖霊様の心から交わりを私たちの方から求めるという作業が必要であるわけです。さあ、そしてね、愛情と憐れみがあるなら、ね、2節にいきます。私の喜びが満たされるように、いいですか。パウロがね、私の喜びが満たされる、パウロやっぱりね、人間人の子ですから、ね、軟禁状態とはいえ自由が利かない、ね、自由に外に出れない、そのパウロの私にも慰めが、喜びがね、満ち溢れるように、やっぱり人間ですから寂しさもありますよね。私の喜びが満ち溢れるようにお願いするねって言ってるわけね。で、あなた方は、ね、一致を保ち、アーメン、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。ここで皆さんね、同じことをパウロ違った表現で4つぐらい言ってません、ね、一致を保ち、それから同じ愛の心を持ち、それから心を合わせて、4つ目は志を一つにして、このようにしてですね、一致を保ってほしいということですね。4回も言い返して、言葉を言い換えて、まあ、言っているわけですけれども、イエス様も最後の晩餐で弟子たちに、私と天の父が一つであるように、あなた方も一つであるようにということをね、一致のユニティについてですね、祈っておられるところがありますけれども、さあ、エペソの手紙の4章の16節には一致についてはね、愛の結び目によってって書いてですね、そういう言葉書いてます。さあ、読みましょうか。はい、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。そうですね、ここでね、愛の結び目によって組み合わされて愛のうちに立てられていく。私たち教会もですね、この教会において本当にね、大きな分裂もすることもありませんでした。あるいは集団で先生がね、良くないと言って出られる方も一度も経験しませんでした。本当に生徒の皆さんがですね、祝福されて、そして愛の結び目によっていつも一致してここまで来れていることを感謝します。ですから、この教会は、ね、他の教会で、ね、信仰を持たれて何らかの理由でこの教会に来られる方も多いんですけども、その多くの方々がこの教会の群れの中で共にね、とどまってくださっていることは、なんと皆さん幸いなことではないでしょうか。それは生徒の皆さん一人一人が愛の結び目によってですね、その網がですね、穴が開くことなく、ね、愛の結び目によってしっかりと網のポイントポイントがですね、結び合わされているのでですね、その来られた方々がほとんどあまり漏れることがなくここにとどまっていることは幸いなことですね。アメン。皆さん、私たちは愛の結び目によってさらにこの網が強固とされるように祝福をお祈りいたします。ハレルヤ。そういうわけで一致して愛の結び目のしっかりとした群れとしたいと、そう思うんですね。網がどっかで破れてほころびがあると、せっかく、ね、魚が入ってきても破れたところは全部ね、魚が散ってしまうということにもなりかねないわけですね。本当にこの教会が主にあって多くのですね、魂を養う漁師としてのですね、働きができることを嬉しく守っております。はい、次に行きます。皆さんね、この3節からのこの3節4節の言葉はもう解説いらないでしょ。もうそのまんまですよね。聖書の中の言葉は解説をしないとちょっとね、説明しないとわからない箇所も結構あるんですけど、この3節4節の言葉なんて、聖書を知らなくてもみんなそうやそうやという言葉だと思うんですけども、読んでみません？はい、何事でも
虚栄からすることなく、へりくだるお互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。アーメン。これは本当に大事なことですもんね。人を差別したり見下したりですね、見下げたり差別することがですね、肌の違いとかね、あるいは文化の違いとかね、時によっては同じね、国内の中でもね、そういうことがあったりするんでしょうけども、それは正しくないことでしょね。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ハレルヤですね。そのように私たちは考えを持つ必要があると。これはもう解説のいらない言葉ですね。自分のことだけではなく他の一言も顧みなさい。ハレルヤ。私たちこれはまさにね、日本の人々にとってはぴったりとする言葉ちゃいます。相手の立場に立ってものを考えなんてよく言うじゃないですか。自分の立場だけものを言うな、相手の立場になって相手の気持ちになってものを言ったらどないやなんてですね、注意されたり注意したりすることがあるんですけど、まさにその言葉でしょ。自分のことだけではなくて他の人のことにも配慮しなさいっていうわけですね、はい。でこのね、人を自分より優れたものと思いなさいっていうこの言葉はもう一箇所だけあるんですよ。ローマの手紙の12章の10節にね、このことは2回出てくるんですよ。これ読んでみましょうかね。ローマの12章の10節3、はい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思いなさい。アーメンですね。互いに人をね、自分を、ね、優れているものと思いなさい、ね、勝っていると思うんです。これは人間関係の中で、関係がスムーズにいく重要なことですね。民族と民族の間にね、差別があったりすることも当然喧嘩のもとになるわけですけれども、聖書の教えは全ての人を自分よりも優れたものと思いなさい。ハレルヤ、ね、尊敬を持って互いに使えます、ですから、リスペクトっていう言葉は最近よくね英語で使うんですけども、日本語の尊敬ですけども、お互いにね尊敬できるものでありたいと思うし、女性の皆様にちょっとお教えしますと、あなたのご主人、要するに男の人をビビッとね喜ばせる言葉は皆さんね、あなたを愛しますというよりも、まあ、それも悪いことじゃないんですけど、尊敬と信頼しています、ね、言いましょうかね。ちょっとねこれね普段使わないと言葉って一度言うと配線ができてスムーズに出るんですよ。こう言わないとなかなか言葉が出にくいんですけど、皆さん何かねタイミングがあったら奥様方はご主人に対して尊敬と信頼してますわって皆さんタイムに言わないといけないよ。突然関係なしにいきなり言うと何起こったかなと思って帰ってね、おかしくなるんで、まあその必要なそのタイムリーに時期にかなって言わないといけないんですけど、男性にとっては尊敬信頼してますって言葉がご主人にとってはとってもねキュッとくるんですね。ちょっと練習しましょう、はい。あなたのことを尊敬し信頼しています。男性はこれはね、美智子さんが60年前に婚約式の時に殿下のことを尊敬し信頼をしたい申し上げています。尊敬と信頼ってことを使ってましたよ。美智子さんお母さんはねカトリックだけど一応クリスチャンだからさ、ひょっとしたら聖書のことも知ってたかも分かりませんね。で女性に対してはご主人は愛してるよとかですね、そういう言葉が女性にとっては愛してるよっていうね、そういう言葉がですねいいようなことなんですけども、男性は今言ったようなことですね、はい。まあ、とにかくそういうことです。で、これに、ですね、はい、いいでしょう。で次に行きます。でキリストは神の、ごめんなさいね、5節か、あなた方の間ではそのような心構えでいなさいと、ね、自己中心や見栄からするなよ、ね、高ぶったらあかんで、人を自分よりもね優れたものと考えないとあかんないで、自分のことだけじゃなくって他の人の、ね、気持ちになって考えないとあかんないでってパウロ言ってるわけですよ。でそのようなことは、ね、キリストの中にも見られると、イエス様の中にもその心構えが見られますよって言うんですよね。でここでキリスト論が出てくるんですけども、お読みしましょう、はい。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないと考えない。
ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分も卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ここにですね、イエス様は神の栄光の姿であられたのに、人間の姿をとって来られたんですね。で、だからイエス様は神様が人となられた方ですよ。で、私たちは神に似せて作られた存在です。アメン。私も皆さんも神に似せて作られた存在だけども、イエス様は神様ご自身が人の姿と来られたお方だ。そしてそこには謙虚な姿があり、十字架の上でご自分の命を捨てるまでに減り下られたお方だと、従順になられたと、ね、誰よりも低くなられたので、イエス様はその名は誰よりも高く上がられました。ハレルヤ、ね、まさに謙遜は栄誉に先立ち、高慢は滅びに先立つというね、聖句がありますけれども、まさにイエス様は謙遜の極地を行かれました。ハレルヤ。神の御子なのに、汚れなき清きお方なのに、罪人の頭として十字架の上で命を捨てになられました。アーメン。それはあなたのためですよ。あなたのためです。私のためにイエス様は十字架の上で醜く捨てられ、そして孤独となられ、そして裏切られ、その尊い命をお捨てになられました。ですからイエス様は誰よりもその名を高く上げられて、まあ、いるわけです。それでですね、マルコの10章の42から45ちょっとね、読んでおきたいと思います。3、はい。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振ります。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うのは皆に仕えるものとなりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うのはあなたの皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためである。また多くの人のため、贖いの代価として自分の命を与えるためのイエス様も、私の命を与えるために来たんだよってね、弟子たちに告白なさいました。14章の32から36も読んでおきましょうか。3、はい。ゲッセマンというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもらい始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで身を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままを行ってなさってください。ハレルヤ。イエス様はこのようにしてですね、天の父の御心をですね、知って、十字架の上で尊い命を私たちのためにお捨てになられました。だから誰よりも高くその名は挙げられていったんですね。そしてもうメッセージの最後になりますけれども、大事なところは11節なんですけど、ピリピの2章の11節なんですけど、すべての口がイエス・キリストは主であると告白することによって、父なる神を褒めたたえる。アーメン。この聖句すごく大事。イエス・キリストは主であるということによって、何？父なる神が褒めたたえられる。皆さん、私たちはイエス様が主であると言ってるんですよ。だけどもそれは天の父が称えられていることに等しいと聖書は言うんですよ。ハレルヤ。だから天のお父様はイエス様のことを称えてほしいんですよ。イエス様の十字架を通して、あの犠牲を通して、天のお父様の愛がどれほど大きいか、どれほど深いか、どれほど高いか、どれほど偉大であるかを、イエス様の十字架が天の地を示したんですよ。アメン。だから
イエス様の十字架のあの犠牲は天のお父様の愛の姿そのものなんですよ。ということはイエス様の皆が称えられ、十字架が皆さん崇められれば崇められるほど天のお父様喜んでいる、ハレルヤ。これが聖書の教えていることなんですね。ですから私たちはイエス様のことをどんどん褒めたたえて、イエス・キリストは主であると言いましょうか。はい、イエス・キリストは主である、イエス・キリストは主である。私たちがイエス様のことをたたえればたたえるお父様はもっと息子をたたえてほしい、ハレルヤ。なぜか、息子イエスを通して天のお父様の愛がどれほど深いかを人類は知ったからです。皆さん、イエス様の十字架こそ天のお父様の愛もそこに一緒に乗っかっている姿であるわけです。アーメン。皆様も、ね、自分が世間から称賛される以上に、あなたの愛する可愛い息子や娘が世間で称賛されたら、息子があるいは娘が喜ぶ以上に皆さん喜びませんか。お父さんお母さんは自分の、ね、愛する子供が世の中から称賛を受けたら、子供以上に皆さん喜んでいるのが本当の親の姿でしょ。アーメン。皆さん、まさに天のお父様もそれと同じなんですよ。イエス様の栄光が現れれば現れるほど、よかった、もっと息子のことを褒めたたえてほしい。皆さん、これが天のお父様の心だと聖書は言うんですよ。祝福ありますように。天のお父様、ありがとうございます。今から聖餐式に扱っていきます。どうぞこの時を祝福してください。イエス・キリストは主であると告白することによって、父なる神が称えられている。私たちは天のお父様を称えている言葉ではありません。イエス様を称えているんです。だけども天の父が称えられているに等しいと聖書は言うんです。ありがとうございます。今から天のお父様の愛を最後まで十字架の上で従順に全うされたイエス様の十字架を見上げる聖餐席に預かります。どうぞパンとブドウ酒ジュースを通して、私たちはイエス様の砕かれた体、流された血潮に今日も預かります。どうぞイエスの血によって私たちが今それにふさわしいものと変えられていることを信じて感謝をいたします。神様、どうぞこのパンとブドウ酒を聖別するとともに、私たちの内側、思い、行動のすべてを血によって清め尽くしてください。十字架を見上げて感謝いたします。イエスの御名によってこのひとときを導いてください。聖霊様ご一緒にこの聖餐式に預かってまいりましょう。アーメン。それではこのね、イエス様の体を表すパンと流された血を表す、まあ、本来ならばブドウ酒を使わないといけないんでしょうけども、いろいろ牧会上の配慮があってブドウジュースにしてますけども、イエス様の父に預かるときとしていきたいと思います。イエス様を信じます。イエス様を受け入れてます。その方どうぞ聖餐式に預かってください。どうぞ。死にもっと拝む汚れもなき子羊我が主は子は我が頭十字架を見上げて感謝します。子は我が頭、呪い受けて流させたま、
天のお父様、今日もイエス・キリストの十字架を覚え、あなたの愛を覚えて感謝します。聖霊様ご一緒にイエス様の流された血と砕かれた体に聖餐式を通して預かってまいりましょう。イエス様の十字架を見上げます。今日聖餐式の中で聖霊が新しく注がれてきますように、新しい聖霊の油注ぎによって新しい習慣の活力エネルギーの源とされてきますように、問題に立ち向かう勇気と知恵とまた勝利が与えられることを宣言いたします。イエスの御名によって聖霊を受けよ、力を受けよ、油注がれて喜んで主に仕え、宣教のために用いられ、病人のために大胆に信仰を持ってイエスの名によって祈ったら病人が癒されますように、同時に予言の言葉も授かってきますように、否定的な思い、否定的な信仰を追い出します。前向きで肯定的な思いに満ちあふれていきますように、家計の呪い、罪の呪い、出世の呪い、忌まわしい記憶の呪いを断ち切ります。長く続いている経済的な全てのプレッシャーからの解放を宣言いたします。日本の君を打ち破り、その働きをイエス・キリストの御名によって封印し、日本の人々の霊の目が開かれて、福音に対する覆いが取り除けられて、こぞってキリストのもとに立ち返ってきますように、皇室全体がキリストのもとされてきますように、日本の歴史が変えられるようなことに人にはできない、しかしあなたにはできるし、あなたにしかできないことです。主よ、どうぞこの日本の皇室が変えられて、全員が神のことされていきますように、皇居の中にいつも賛美歌が流れる、そのような歴史的な転換が起こることを宣言いたします。日本のリーダーから名を泣き庶民に至るまで神の救いが成就しますように、勝利、癒し、解放、慰め、希望を宣言し、十字架を見上げながら感謝してこの聖餐式に預かってまいります。アーメン。ハレルヤ。また癒しのために続けて祈ります。天のお父様の一人一人の上にイエス・キリストの名によって癒しが成就しますように。私は主あなたを癒すものである。イエス・キリストの打たれた傷によってあなたは癒しを受けたのです。声を預かれ、何時の罪を許されたり、イエスの名によって今日も癒しを宣言します。癌から癒されますように、治療中の箇所から癒されますように、弱っている体が癒され、泣いている膝がまっすぐに歩めるように、あらゆる臓器に触れてください。循環器、消化器、骨格器、神経、ホルモン、全てのバランス、また癌から癒され、神様どうぞ一人一人が強められていきます。イエスの名によって癒されたり、癒されたり、心が強められ、霊が強められていきますように、肉体が強められていきますように、回復しますように、創造的な奇跡が現れますように、あなたの圧倒的な奇跡が現れることを宣言し、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。天のお父様、今から喜んで捧げ物を捧げようとしています。十分の一、聖願、感謝、礼拝ごとの捧げ物を捧げます。受け止めて、あなたの栄光とキリストの体なる教会にそのために届く用いてください。天における報い、地上における報いを信じています。どうぞ下げられるものの何倍もの報いを持って、天の窓を開いて報いてくださる約束を信じて捧げます。経営している仕事、ビジネス、クリニック、ご商売のように発展、繁栄、資金繰りが守られていきますように、勤めている職場の祝福、上下の人間関係の祝福、ストレスから守られて、その職場のトップの方の上に祝福豊かにありますように、就職活動の道が開かれ、個々の経済が守られていきますように、
安倍首相、政府要人、高級官僚たちを祝福し、平安と上からの地位が与えられて、国政、内政、外交ともにうまくいきますように、この国が正しい方向に導かれていきますように、北朝鮮の金正恩によるところのお金などどうぞ、核やミサイルの脅しに屈することがなく、この国の体制を穏やかに変えられて、話し合いのできる神様、体制となり、そして拉致問題のことも同時に速やかに解決していくことを祈り続けます。異教徒の中から大勢の方々が集団でキリストのもとに立ち返ってきますように、迫害されている教会とクリスチャンたちを守ってくださって、どうぞ迫害している者の中から大勢のクリスチャンが、かつてパウロが迫害者から殉教者に変えられたように、多くのクリスチャンが生まれてきますように、エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように、今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物事故から家族や会社の方々も含めて安全の意で守ってくださって、対戦況に行っていた、若者たちも7人無事に帰国できたことを感謝いたします。この夏休み、子どもたちも守られたことを感謝いたします。これからも子どもたちが悪いものを目に留まることはなく、また災いや大病や事故から守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご主人リバイバルし、福音化してまいりましょう。主イエス・キリストの皆によって、天のお父様にこの捧げ物をお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。何も恐れないイエス様がいる。何も不可能はないイエス様がいる。御声を聞く心は踊り出す、信じます、あなただけ、ただあなただけを、全ては全ては主の御手にあり、アーメン。何も恐れないイエス様がいる。何も不可能はない、ご起立いただきまして、主の祈りを捧げます。天に来ます、我が父よ、御国を
い仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のさまざまなところでさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。